よいしょ。シカみたいな女性っているでしょ。面長でさ、スタイルが良くて清楚な感じ。外見的なイメージで言うと綾瀬はるかさんって感じかな。昔職場にそんな感じの女性がいたんで、こう言ってあげたんですよ。君って鴨の橋に似てるねって。そうしたらその人なんかファックとか言って怒って言っちゃったんだよね。後でよく考えたら鴨の橋ではなくてカモシカっていうつもりだったんだよね。動物図鑑を見てみたら全然違う生物でした。モグラの胴体にカッパの顔をねくっつけたようなのがカモの足。そりゃ怒るわ。で、翌日その人にカモの足の件は謝罪したんですよ。そんで好きなお菓子は何ですかって聞きました。そしたら彼女がスコーンですって言うんで、スコーンのバーベキュー味を買ってきて渡しました。しかしですよ、もう最近ねイギリスのお菓子にスコーンっていう焼き菓子があることを知ってあぜん。俺の中ではさ、スコーンって言ったらもう小池屋のスナック菓子ですからね。